くにいるの。リヒト、返事してって。いたぞ。これはジェイルちゃん。エリン、そうしれば。ここ数日、激務が続いておりまして、今ようやくお食事を取られているところです。時間を改めていただいた方がよろしい。おい、こら。いや、いいことと悪いことがあんだろうが。分かってよ。お前らがある信号に手を出したけんだろ。心配すんな、なんとかしといた。昔からどうもガキの頼みいや断らねえたちでな。それにジェルボー、しくじかでけえ戦争が始まるかもしんねえ。お前の指揮するゲフェングニさんも問題児だらけだな。王立軍切手の戦闘軍団だ。今失うわけにはいかねえんでな。つうわけで安心した。ジェルボーさあパパとハグしてキスしよう。あ、どうしたジェルボー。いつもならすっとよけてパパが壁に突っ込んで、なんか変なもんでも食ったか。ポンポン痛いのか。そうか、カツアゲだな。悪い友達にカツアゲされてるってな。よし、ほら止まっといて。お前友達いないから、この際悪い友達でもいいや。ほらほらはだよ。本当にダッチができたのか。そうかそうか、よかった。まあ、おい、ジェルボ。な、ジェルボ。ダメだ。リヒトオーバーだけは。分かってる。なんかジェルボ。奴に組するということは、俺がお前を裁かなきゃならなくなるってことだ。どうぞ。少し、星をかけていただきたい。俺は軍のトップ
アレクサンドルフ。グリゴロビッチ。そうし。いや。アランタ。クソメガネ。バレバレ。なんだよ。 俺の左足を噛むんじゃ。なかった。これね。やろうで。違う。右足。ああ。ここか。なるほど。フェイント。フェイントなのも。フェイントか。この一発のために300年前俺に直回出し続けていたわけだ。 にしても…苦しいが…はい…羨ましいぜ…若いからではない…俺には…信念がある…あなたの…あちらのたらして…信念か…なぜ…なぜになる…何だ?あなたに… うるせえぞ。ガキに話したところで。若いし。人類が。なんだって。そんなもんじゃ消せねえよ。俺の。 爆撃の撃墜炎の炎は少し昔話をしてやる。俺は田舎町で軍の書類仕事をしていた。家には8歳になる息子と 娘はお菓子の袋を切れ端を握り締めたまま死んでいた。息子は妹を必死に守ろうとしたんだろうな。本当に俺には出来すぎた息子だよ。妹に覆いかぶさり背中にしか傷がなかった。死んでんのによ。声が聞こえんだ。パパ早く帰ってきて。 小さい町だったからな。すぐに犯人は見つかった。だが俺の目に飛び込んできたのは俺は。 だってそうだろ。憎むべきはあの狂ってしまった世界。それを止められなかった俺たち大人だ。確かに俺はアルシアは間違ってる。だがなくそめがこれしか方法がねえんだよ。分かった。お前はもう一度新兵からやり直しな。
ね。次は本気出すぞ。いや、今の話では。分かった、あなたは俺には勝てない。何？俺の信念は俺を殺さない限り止められない。だがあなたに決して俺は殺せない。ふざけんな。なら今すぐ。あなたは知った。300年前あの地下施設でナナが他人を過去に送れることを、なぜナナに頼まなかった。なぜナナに過去に送ってもない自分の子供たちを救わなかった。未来が変わるのを恐れたから。子供たちを助ければ信念が揺らぐ。アルシアが作られなくなる。アルシアが作られなければ俺が消える。あなたは自分の子供を助けることを選ばなかった。こんな友人の人にも作れない。血もつながっていない。俺なんかのために思い上がる。ただ確かなものがあったから買えなかっただけだ。何が俺の首を取りに来ただ。けじめをつけに来ただけだ。だろうがリヒトのためにてめえなんぞ首だ。二度と俺の前に現れるな。さよなら、お父さん。どうぞ。あなたの行きつけの仕立てや、あなたの好みの素材、あなた好みの糊の張り具合にしています。そうし、司令の指示でした。それがさ、ミリタリン。当たり前でしょう。子は親の想像を超えていくものです。そうさ、ここには確かなものがあった。立派なりやがって。バカ野郎が。なぜだ、なぜてめえらが俺の記憶に嫌がる。てめえらは300年前あの学校にいなかったはずだ。そうか、ナナの仕業か。あなたがリヒトを殺したんですか。ああ、奴は約束を破った。当然の報いだ。約束？答える義理はねえ。それより、そのバラはどこだ？知らないわ。悪気がねえってことでいいの？知らないんだって。リンを追いかけるときにはもういなくなってて。てめえ。どうしましょう。ご到着です。てめえまだ黙っとけっつったのか。この中堅が。チッ。一つだけ忠告しといてやる。奴はもう300年前と違う。
命が惜しけれよ。余計なことは言うな。シュネルマ先生。はて、なぜだろう。記憶が二つある。ああ。ナナの仕業だね。いけない。どうしてですか？どうしてクラスのみんな裏切ったんですか？みんなあなたを信じてました。伊藤さんも、秋風さんも、一ノ瀬さんも、みんな殺さない軍隊になれって言われて、この人についていこうって。なのにそうよ。どうしてですか？先生。先生。クソちゃん。それは不敬罪に当たる。元帥閣下と呼びたまえ。そんな。あの入校式の日からね。先民はとっくに始まっていたのだよ。あの時、みんなの前でエリヒト君に言っただろう。殺さなければ私が殺すと。殺さない軍隊はいわば振り落とすための試験。試験。そうだ。そんな甘い言葉を信じて敵も殺せない。そんな人間は私の軍隊にはいらない。とはいえ君たちは途中で休学したからね。もう一度チャンスをあげようじゃないか。どうワン君、ああ彼らに撃墜用の手術を施したまえ。なんだと。ああ遺伝子の検査はいらないよ。脅かすのは例の新薬の方だ。では早速手術を。ほら口を開けなさい。ほらほら安心して。ほら待て。まず全員の遺伝子を調べろ。はい。元帥閣下は必要ないと仰せになったはず。それにこれはそういう薬ではありません。遺伝子の適合性など関係なしに撃墜用にすることができるのです。ひなちゃん、はい、ふざけんな。認めねえ。あの戦争どう、お前が殺したのか。廃棄戦争を生き延びてねえ奴が撃墜王になるだと。そんなのは認めねえ奴は。まあ少々、一体何が、だけど撃墜を守っていいのは俺たちだけなんだよ。行けよ。俺のカウントは屈服させた数。こんな命令に屈服する気はねえよ。気分じゃねえんだ。行け。ベル、ひなちゃん。はい。ちょっと待ってください。ひなちゃん、急いで。はい。まずい。そうじゃ、早く逃げ。
なぜてめえらがオリジナルバロットを持っていやがる。こいつを集めて何をする気だった。アルシアを落とす。俺たち激強が地獄のような思いをして作ったアルシア。気が変わったぞ。